こんにちは、茂木和也です。今回は普段やっているトイレ掃除の動画を紹介した時の解説です。やってきます。はい、ですね、まず早速これはウェーブハンディワイパーの伸びるタイプのやつですね。これすごくいいですよね。愛用してます。で、まあ、掃除の基本はトイレに限らずなんですけれども、まずホコリをしっかり取ると、拭き掃除の前に面倒でもホコリをしっかり取ると、そうすると結果掃除が楽に早く終わります。あとはホコリを取るのは上から下、これ基本ですよね。上から下、奥から手前、はい。で、奥をやって、これいいのがこういった感じでほうき代わりとしても使えるんですよ。あの長いタイプのウェーブハンディワイプですと、ほうきもいらないですよね。これこうやって使えるんで。で、これはなんだったかな、キレキラトイレクリーナーで拭いてます。キレキラトイレクリーナーをこの時1枚全部使わずに切って使ってます。半分に切って使ってたと思います。で、ここ取れるんですよ。ここまず上がります。ですね、ちょっと待ってね、この蓋取れますからね。これご存知でした？ここ取れます。で、ここほこり溜まってますから、で、ここ引っ張って下げるとここ上がります。ここですね。これやった方がいいですよ。すごく汚れ溜まってますからね。で、便座の裏側、ここにすごい汚れ溜まるんですよ。で、拭くと、はい、こんな感じで拭いていきます。今度は外側拭いて、ここすごい、この便器と床の隙間のところ尿石溜まるんですよ。最近男性陣に座っておしっこする方多いじゃないですか。そうするとこの横を伝ってですね、おしっこがここに溜まったりするんですよね。トイレをきれいに掃除してもなんかおしっこの匂いがするな、見た目きれいなのになっていう時は、この隙間の中にですね、尿石が入ってたりするんですね。で、私はもう一回きれいに掃除してから見てもらえればわかると思うんですけども、シーリングでも埋めちゃってます。そうするとあとここの隙間掃除する必要ありませんので、すごくおすすめです。で、こうやって拭いて、床も拭いて、立って、男性陣が立っておしっこする、私は座っておしっこする派なので、この隙間に注意してるんですけれども、立っておしっこすると今度は尿の飛び跳ねで、こういった床とか壁とかそっちの方に尿石までもいかないんですけれども、おしっこがつくと匂いが出てきますので、その時は、クエン酸を40倍に薄めた液で拭いてあげるといいですね。いわゆる酸性側がいいです。おしっこはそのまま放置してるとアンモニアに変わりますからね。アンモニアに変わるとツンとした匂いが出てきます。アンモニアはアルカリ側なので、匂いも汚れも、だから酸性側の洗剤で拭いてあげるといいんですが、クエン酸でいいと思いますよ。はい。で、こうやって拭いていきますね。で、戻して終わりです。最新の掃除の仕方と言いましたが、またさらにちょっと掃除の仕方が変わってます。実はまた今度紹介します。はい、ということでトイレの掃除の動画を紹介した時の解説でした。ありがとうございます。